はい、こんにちは。なおさん TV です。今日はまた、すごい暴風だったんですけど、お出かけはできない。なので今日はいつもとちょっと変わったことをしようかと思いまして、YouTube の私、私の YouTube 始めて2年半ほど経つんですけど、最近よく聞かれるんですよ。YouTube ってどうって。YouTube って儲かるのっていうことをよく聞かれますので、今までの 収益全公開したいと思います。よく聞かれるんですけど、僕もしようかな、みたいな話って結構多いんですよ。今からやって遅いかどうか、ということよりも、急激に伸びる特別な人以外の方、 私のようなその低編 y o u t ー b e の実際の収入っていうものとどのようにやってきたかっていうことを聞くことによって覚悟が決まるというか、うん、私もやってみようっていうその覚悟をぜひ決めてくださいっていう感じで私のお話をさせていただきたいと思います。今現在チャンネル登録者が9500人、わあすごく増えたなー、すごいなーって自分でも思うんですけど、YouTube 界で言うと。 ままだまだ底辺なんですねでそのチャンネル登録者が何人だから収入がいくらっていうわけではなくて再生回数によって広告がついて収入になりますのでチャンネル登録者が何名かっていうことと収入っていうのは全く結び付きないんですよ直近の動画が何回見られているかっていうのも公開されていますよねそれでどれぐらいの収入かっていうのはだいたい予想することもできるんですよ概要欄のところを見ましたら その今までの総再生回数というものが見れますので、その総再生回数が何回かっていうことを見てみれば、と。この人は youtube でうまくいってるのかな？とかどうなんだろう？って。最近あの子供が始めたんだけど、どう思う？っていう？お父さん、お母さんも結構おられるんですよ。チャンネル登録者が何名っていうのを見せないようにしていたりしているとどうなんだろうね。っていうのがよく聞かれるんですけど、そういう時にも。 その総再生回数を見れば、何回ぐらい。じゃあ、例えば、零点一円だとしたら、今までの。一回、一再生、零点一円ってよく言われますよね。実際には、それより多い。ともよく言われますよね。まあ、零点一円だとしたら、いくらぐらい。 例えば0.5円だとしたらいくらぐらいって風ふうにして予想することは簡単にできますのでそれでうちの子供は「頑張ってるな」とか「もっともっと頑張れ」とかね言ってあげることもできると思いますからそういうのを参考にしていただければと思います。で問題なんですけど私の総収入月別に全部話していこうと思うんですけどえ今まであ YouTube さんから振り込みいただいた金額を発表するのは何も問題はないらしいんですね。 ただそれを細かく分析してこの広告単価はいくらぐらいだろうみたいなそういう分析をして発表するのは NG みたいなんですよ。ですので実際に振り込まれた金額とその時の登録者は何名かっていうことだけを全部話していきますので最後までお聞きください。3回ぐらいに分けなくちゃいけないかなと思うんですけどなぜかと言いますとその収益化 される前の人人からまその1,000人まで到達するまで1年も2年も3年も4年も10年ぐらいかかる方もいますしもう本当に1週間ぐらいでポンと1,000人いってしまう方もいますしそれはそれぞれなんですけどその1,000人までの間に何をしたかっていうのを知りたい方が一番おられるかと思うんですよ。でですので収入がゼロ の時に何をしてきたかその時に何本月動画を上げて登録者の推移はどういう風になっていったかっていうことを今回はご説明させていただきたいと思います。で第2回目として登録者が1,000人になりましたっていう時から1年間で4,000人まで増えたんですけどその1,000人から4,000人までの間に毎月どのような収入があったか。 っていうこと、第二回目として、第三回目は4000人から現在の9500人まで、月ごとにどれぐらいに増えていったかっていうのを発表したいと思います。<music> はい、それでは今回は登録者がゼロ人から1000人までのお話なんですけど。 多くの方がそうなんですけど初めから youtube で儲けてやるって言って始められる方どちらかというと昔は少なかったんですよてか昔はほとんどおられなかったと思うんですけど私も始めた時にはその1000人にならないと収益ができませんとかいう規定は何もなかったんですよその youtube でもう広告が入っても大したことないわ って思われているほとんどの方と同じように考えていましたので収益化はしなかったんですよもう目指そうと思った途端に初めから収益化しておけばよかったってむちゃくちゃ思ったんですけどもうそれはねそれであのしょうがないですしまあ、1000人も行かなければ収益が入ってきたとしても本当にビビたるものですからまあどちらでも一緒かなという感じはします登録者1000人で4000時間で2つの 難しいクリアしなければいけない目標があるんですけど、まあ、どちらにしましてもそれぐらいはクリアしないと収入は大したことありませんのでこだわらずにやっていけばいいけばんですよただこだわらずって言いましてもそのなかなか登録してくれないっていうのに本当に皆さん悩まれると思うんですよねで私もそうだったんですよ私の初めの時っていうのは YouTube は自分の動画倉庫として上げていく 写真の倉庫として Google フォトとかヤフーフォトを使われている方多いと思うんですけど、それと同じように動画の置き場として YouTube を使っていたんですよ。ですのでチャンネル登録者はもちろんゼロですし収入もずっとゼロです。で、私の場合には以前そのテレビに出演させてもらえる機会が結構ありまして、以前の仕事で輸入の仕事をしていたんですよ。 でそれで日本初のなんとかっていうものを輸入して販売したりしていましたので目ざとくテレビ局見つけてくれましてこの番組で取り扱うから貸し出ししてよみたいなで、どん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 そういうのを貸し出ししていったんですけどあ,ある時から出演してててよっっいう依頼がすごく多く多なってきたんで,すよでえその商品を持って実際にテレビに出演したりっていう動画ってすごく自分にとってもその思い出に残るじゃないですか。 その思い出としてで YouTube にアップしておいて限定公開にしておけばと他の方テレビに出演したことがあるんですよとかこんな商品貸し出ししたんですよっていう話をするたびにあこれを見てってふうに渡せばすぐ分かってくれるわけじゃないですか私脱サラしたんですけど脱サラして起業した青年 <laughs> まあ前は昔は青年だったので脱サラ起業した青年がいますっていうので地元のテレビ局に密着取材してもらったりとかあとスッキリ とか朝のトパンさんとか出ておられるなんていう番組だったかにその海の上をぴょんぴょん跳ねるアウトドアアイテムみたいなものを貸し出ししてそのスタッフさんが「うまくいかなかった」みたいなそういうね結構長いあの水中をこうやって潜る水中スクーターみたいなものも輸入してましたのでそういうものがどんどん取り上げられてあ,あと今ドローンの仕事をしてるんですけどそのドローンのずっと全身の。 その超小型の模型のの模ヘリコプター手軽に飛ばせることができるそのドローンドローンじゃなくドローンと言葉自体なかったんですけどねラジコンのヘリコプターっていうのをほぼ日本初に輸入したんですよ。 でそれがもうすごく話題になりましていろんなテレビ局に貸し出しとかしてあ,あとそのその深センとか交易会とか行って見つけたものを輸入していたんですけどそういうものがまだ珍しかった時代ですので、えー、っとデジモノステーションだったかなあのタカトシの毎月のコーナーがあるんですけどそこで中華製のこんな商品がありましたみたいなものをずっとやっていたんですけどそこにどんどん商品を提供したりとかそういう。 雑誌テレビあとネットニュースとかいろいろな媒体に私自身が出ていましたのでそういうものをあの YouTube にアップしていたんですよ。で収益化の時に思ったんですけどその収益化の審査の時に登録者1,000人4,000時間っていうのをクリアしてもテレビの番組はもちろん公開していないんですよ。ね私の取ったものじゃないものを勝手に公開するのはいけないと思いますのでテレビ番組を公開しているわけじゃないんですけど限定公開でも非公開でも置いておくと 二次利用されたコンテンツが多いですっていうことで収益化の審査に通らないんですよそれは覚えておいた方がいいと思います限定公開なら非公開ならいいでしょうと思ってテレビ番組を撮ったものをアップしておくっていう方が結構おられるかと思うんですけどそれをたくさんしていくと収益化の審査には通れませんのでそれは気をつけておいた方がいいかと思います ドローンの映像とかが初め多かったんですけどホームページにアップするための動画を置いておく場所ホームページ見ても動画はこちらってクリックすると YouTube でそのまま再生されるっていうのが多いじゃないですか地方自治体のホームページとかでも YouTube 動画で見させるっていうのがすごく多いですのでそういう置き場として使っていたんですよ私その時の趣味が山登りでしてその山に登って頂上からぐるーっと見ただけの動画とか。 ヤマレコっていう動画サイトに日記を投稿していたんですけど、そこにアップするための動画置き場として使っていたんですよ。それは初めは全部公開していたんですけどね。ただ公開していてもほとんど見る方おられませんし、登録者もゼロですから、山登りの日記のサイトを継続でしか見られないっていう状態だったんですけど、それはまあ楽しかったんですよ。で、ドローンの映像とかもどんどん上げていきますと、ある時にチャンネル登録者一ってなったんですよ。 今までずっとゼロでゼロが当たり前でしたから、登録者1ってなります。で、びっくりしたんですよ。どうして私のチャンネルに登録してくれるのって。登録してまで見るメリットっていうのは、私自身も思ってもいませんでしたから、登録してくれたってすごく嬉しかったんですよ。 でその時は誰かっていうのも分かりました誰に登録したかっていうのを公開していた場合にはその人が見ると分かりますからああこの方なんだ全然知らない方なんですけどね山猫サイト経由で見てくれた人が YouTube に登録してくれたなんですよへえと思ってでちょっと嬉しくなりまして、えー、登録者増えていったらそ YouTube で収益化っていうのができるんだなって趣味な仕事になれば楽しいなってその時にちょっと意識しだしましてよし じゃあちょっと YouTube やってみようかなって思い始めたんですよでその時にやっていたのは山レゴっていうところに上げるドローンの映像だとか山行きの動画をどんどん上げていましたのでただねそれで増えるわけはなかったんですよ YouTube に登録したのは2014年になるんですけど初めの方の動画は全部消してあるんですけどね今現在残っているかもしくは限定公開にしているものの本数っていうのをずっと述べていきたいと思います はい。まず、2015年なんですけど、動画は2本上げました。1年通して2本です。2016年上げている動画は3本になりました。登録者ゼロです。2017年には動画を6本投稿しまして、登録者はゼロです。で、2018年の1月に4本の動画を上げまして、登録者1になったんですよ。それで、えどうしてってなったんですけど、まあそのままですよね。2月に、 6本の動画を上げました。で、3月に7本の動画を上げました。もちろん登録者はゼロ,ゼロですよ。4月に8本の動画を上げました。登録者はゼロです。あれどうやったら登録者って増えるんだろうって思ったんですよ。多分、YouTube 目指される方って皆さんこの壁にぶち当たると思うんですけど、どうしたらいいんだろうって。多分今考えたら、 そういう時に悩んだりいろいろ試行錯誤したりすることが楽しいというか後から振り返っての自分のそのビューデンみたいになるのでもう飲みなければ飲みたいほどよしャヨシャと思いながらやっていくことが必要だと思うんですよどうして飲みないか悩めば悩むほど後で悩んでる方の力になれるんじゃないかっていうことが増えるわけじゃないですかと思ってやっていく 私が初め、1月に登録で1になりまして、ずっと2月、3月、4月とずっと0だったので、何をしたかというと、お願い登録してって友達に頼み始めたんですよ。で、5月には、なんと12人になりました。すごいでしょ。その時点でアップされていた動画って100本以上あるんですよ。<laughs> まあ限定公開非公開も結構あるんですけど100本の動画を上げて頼み込んでやっと12人だからその特別な人じゃなければそんなもんだと思うんですよだから何本上げたらうまくいきますかとかよく言われますけど100本上げてもそた頼んだ人ぐらいしか登録してくれないよっていうのが実際の現実なんじゃないかなと思いながらやっていった方が後からのショックっていうのは少ないんじゃないかなと思いますでそのペースでよっしゃ12人になったので頑張ろうと思って え次の6月には20本の動画を上げました20本ってすごいでしょ登録者は20人になりました加速度的に増えていくんだなぁとか思ったんですよで7月には11本の動画すごいでしょただね簡単に11本って言いますけど動画初心者の人が11本も動画上げるってすっごい大変なんですよでもちろんね仕事フルにやっていた空き時間しかありませんから もう空き時間全部を動画作成に使うみたいな、そんな感じなんですよ。で、ずっと収入ゼロですからね。まあ、それが現実っていうことです。で、その7月には、なんと49名になりました。収益はゼロです。すごいでしょすごいでしょっていうか、1000人ってまだまだですよね。1000人に到達するんだろうかって、本当にもう毎日のように思っていたんですよ。で、8月、動画を9本上げました。それで、 登録者は66名になります順調に増えているじゃないですかよっしゃよっしゃっていうのをもう毎日の繰り返しなんですけどでも1000人にはまだまだ遠いどうしたらいいんだろう次の9月には14本の動画を上げましてそしてなんと待望の登録者100人を達成しました100人を達成した時の動画は今でも残っていますのでぜひご覧いただきたいと思いますありがとうございます 100人達成しましまた。これも皆様のおかげですでその100名達成する前からちょっと思考を変えたんですよ初めはやはりそのどんな動画を投稿すればいいかってなかなか分かりにくいと思うんですけど趣味が仕事になればいいなと思っていたので趣味だった完全な趣味だったんですよ。で 知らない人の登山の風景って素晴らしい映像であれば見る人多いと思うんですけど下クソナ社が撮った日記の風景だとかインの散歩の風景とかそういうのってあんま興味ないじゃないですかで商品の紹介とかその誰かの役に立つものにしなくちゃ見られないんだなっていうのがその時に初めて分かってきたんですよでその商品レビューみたいなものを中心にどんどんやり始めたんですね で、それでガーッと上がり始めたんですよ。だから、どんな動画を投稿すればいいかっていうのは、誰かの役に立つかどうかっていうのを視点にして考えないと失敗してしまうっていうことじゃないかなと思います。で、それから快進撃が始まったんですけど、その9月の末には登録者がなんと260人になってました。やったーですよね。なんですごいと思って、1000人までもうすぐじゃないで、頑張りました。翌月の 10月には同じように12本の動画をどんどん上げてきました。それで登録者は700名になりました。すごい伸びでしょ ?260 名から700名あっという間じゃないとか思ったんですけど、やっぱりそんな甘いもんじゃないんですよ。次は1500人かなみたいな感じじゃないですか。でも、 その翌月には11本の動画を上げまして増えたのは150名だけ850名になりましたそれでも十分嬉しいんですけどこの急拡大を見ていたので850名かみたいな感じなんですよで,今でもそうですガーッと伸びる時と全然増えない時っていうかどんどんみんながやめていくっていう時もあるんですよでやめていく時にはもう動画を上げるたびに減っていくみたいな そんなこともありますのでそれもまあ覚悟しておいた方がいいですねで、翌月の12月8本の動画を上げて1000人になりましたおめでとうここまでで1000人になるまでどのような感じで推移してきたかっていうことをざすらっと説明させていただきましたこれを第1回として動画作ろうかと思うんですけどさあ、ポイントは何だったでしょうかで動画をどんどん上げるっていうことはもちろん必要なんですけど特別な 素晴らしい動画ってなかなか作らないわけじゃないですか。その時に何を思って作ったかっていうと自分の趣味の動画をバン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 何十本も上げていっても増えないんですよ。誰かの役に立つ動画なのかどうか、誰かが見た,見たいと思う動画なのか、それを見ることによって役に立った、勉強になったとか、何かを買う時の参考になったとか。 例えば diy みたいな私もこれ作ろうと思っていたんだけど参考になったとか修理動画みたいなものはあこの動画のおかげで修理できたとかそういう誰かの役に立つかどうかあと見て楽しめる動画だったかどうかということが成功できるかどうか youtube でうまくやっていけるかどうかの線引きになるんじゃないかなと思いますそれをまず初めにやってみようかなと思っている方私のこの動画は誰かの役に立つかどうか ということを考えながらやっていけばいいかと思いますはい、ご視聴いただきありがとうございますこちらの動画では私のアウトドア活動を中心にドローンのこととかコストコさん情報とか YouTube に関してのことだとかいろんなジャンルの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたしますご視聴いただきありがとうございました